巨人18、2ロッテ、4日、東京 D。貧打に苦しんできた巨人打線が、面白いようにつながった。2、2の3回に9車連続を含む12安打で一挙11得点。サインも何もない、止まんないな、と思っていた、と阿部監督も驚く歴史的猛攻もあり、今季最多2、3安打で好調のロッテを圧倒した。写真、3回、巨人。 岡本和馬の敵地打で生還したヘルナンデスを出迎える安倍監督。3回に口火を切ったのは2番に座るヘルナンデス。5月28日の一軍登録から連続安打中の新外国人が左ン打で出塁すると、1番丸の左ン打まで9者連続安打で小島をノックアウト。2巡目のヘルナンデスが空振り三振で連続安打は途切れたが、その後も3安打。 体に当たってもいいから何とかしたいという気持ち一本ですと汗を拭った5月29日のソフトバンク戦まで20試合連続で4得点以下と得点力不足が課題だった練習するしかないです打てない人はという指揮官の喝が効いたか交流戦前から若手を中心に早出と空地ちに励む姿も目につくようになった9者連続安打は最大11 5ゲーム差をひっくり返して優勝したメイクドラマの起点とされる1996年7月9日の広島戦以来の記録。安定感の光る投手陣に強力打線が加われば鬼に金棒。快進撃の始まりとなるか。